昭和30年代に発売された不二家の乳酸菌飲料であるハイカップのおまけについていたお人形です。一つ一つ手書きで書かれており、個性が楽しめます。不二家という称号は1910年、明治43年、創業者藤井林右衛門が横浜元町に小さな洋菓子店を開いた時に名付けられました。そして1950年、昭和25年に不二家のキャラクターとしてペコちゃんが誕生しました。その1年後にはペコちゃんのパッケージでおなじみのミルキーが発売されました。その後不二家ではルックやホームパイ、キットカット、カントリーマームなど今でも人気を誇るお菓子が発売されています。初代店頭ペコちゃん人形は紙の張り子でした。ペロリと舌を出した愛嬌のある顔とゆらゆら揺れる頭が可愛くて一躍人気者になったのです。1950年代後半、不二家の店舗の数が増えていった頃から、店頭ペコちゃん人形は紙からビニールやプラスチックに変わっていきます。1981年頃のキャラクターブームで改めて注目を集めるようになったペコちゃんは、女の子たちが持つ小物にも顔を見せるようになります。と同時にフィギュア文化が生まれ始めたこの時代は、子供だけでなく大人のファンも拡大。そんな風潮を受けて1991年には不二家洋菓子店のクリスマスケーキの予約特典として、ペコちゃんをデザインしたクリスマスイヤープレートが登場。世代の垣根を越えてファン層が広がっていきました。1998年、ペコちゃんとポコちゃんが立体商標登録第1号に認定されました。特許庁が立体商標として日本で最初に認めた5つのキャラクターのうち2つがペコちゃんとポコちゃんであると紹介されています。首振りタイプのペコちゃんは2006年から瞳が白い切り込みの入った通称ギザ目に変わりました。また90年代にサスペンダースカートに変更された基本コスチュームが2007年にマイナーチェンジ、昔懐かしい赤のオーバーホール姿が復活しました。